成功新作がマジでやばい。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無許がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を成すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一桁は向きます。金向き持ってるけどね。ということでございます。最近はね、ロレックス、ミントグリーン探してますよ。皆さん、覚えておいてくださいということで、今日はちょっとロレックスの話じゃないんですが、セイコーの限定新作、こちらのね、話していこうかなと思っております。最近ね、大谷さんも、CM に起用されたりと注目度が上がってます。で、私もね、ちょっとウルトラアストロンさんとかセイコーのお話聞いてやばいなというところで、ちょっと見ていたら新作限定モデルいいの出ます。ちょっとこちらの方ね、今日紹介していきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今回出ましたのはこちら SBDL093、 こちらになります。これ大人気セイコーのクロノグラフモデルの限定カラーがこういう風に出ております。これかっこいいですよね。ちょっとね、大人気のモデル、こっちの白文字盤ちょっと見ていきましょう。はい、こちら SBDL085 というところで、私もね、これ以前動画上げたんですけれども、非常に人気モデルでございました。まあね、これもう時計好きの方が見たらわかると思うんですけれども、はい、こちら泣く子も黙るデイトナー白文字版、一時期並行価格700万円となっていたんですけれども、まあこちらとね、非常に似ているようなデザインで、まあそこもね、注目されているポイントなのかなというふうに思います。片や7万円、片や700万円となっております。今ちょっと下がってますけどね。はい、続きましてね、はい、チューダーのブラックベイ黒の白文字盤パンダ。もうこんなもんもね、もうほぼ買えないですからね、正規店においてはね。もう片方はね、もう100万円と、片方は7万円ということで、まあこのような白文字盤大人気の中で、このセイコー SBDL085 っていうのは登場していて、まあ非常に人気。私もね、グランドセイコー白樺を買ったお店で、まあ裏案内してもらうような、はい、結構人気モデルとなっておりました。で、今回、登場した新作がこちらになります。これかっこいいですよね。まあちょっと見た時、まあやっぱそのコンビモデルのような感じですね。ロレックス好きからすると、あ、コンビモデルみたいだなというふうには思うんですけれども、そしてこの青がかった文字盤、この三連仕上げも非常に綺麗ですよね。こちらが新発売になるということでございます。発売ね、これ9月9日となっておりますので、これちょっと人気出そうなので、もし欲しい方は早めにこれね、予約された方がいいのかなと。価格については7万7000円とラッキーセブンとなっております。やはり限定というところで、白文字盤に関しましてはこれ7万4800円となっておりますので、まあ少し高くなっているのかなというところでございますね。あとこれね、リミテッドエディションというところで、数量世界限定1万本ですね。で、国内については1300本となってて、これグランドセイコーに比べてもこの比率、国内の比率が非常に少ないなっていう感じですね。やっぱ海外向けに売られるような感じになって、海外で買えなかった方が求める可能性っていうのはもしかするとあるのかなというふうに思うような、かっこいい新製品ではないかなと思います。はい、外装もいいですよね。この中駒がね、黒色のコンビモデルのような感じで、周りに滝メーターがついております。で、クロノグラフちょっと青いと、これいいんじゃないですか。若者はここから時計沼に入っていいんじゃないですか。これ裏蓋このようになっております。シースルーではないんですけれども、まあリミテッドエディションの表記と、あと数量が書いてありますね。1万分のなんぼっていうことで、まあこれもちょっとね、嬉しいんじゃないかなと。いや、これまあちょっと注目ですね。バネ棒もね、めちゃくちゃこう剥き出していますので、こちらもね、バンド交換とかもしやすそうですよね、これね。はい、ちょっとこういうとこ見ちゃいましたね、今ね。はい、製品概要。アスリートたちの挑戦を称えるクリスタルトロフィーの輝きと透明感をダイヤルで表現した数量限定モデル。エレガントさとスポーティーさが融合した特別なカラーリングが特徴です。ダイヤルは透明感のある淡いブルーカラーと光を美しく反射する放射仕上げを施すことで、クリスタルトロフィーの輝きを表現しました。
直線上に並ぶセンタークロノグラフ秒針と6時位置の分析三針のカラーリングは白で統一し、クロノグラフ機能の反読性を高めています。バンドの中コマはグレー硬質コーティングに仕上げることでスポーティーな印象を演出していますというふうになっております。こちらやっぱりこの中コマはやっぱ傷つきにくいような素材になってるんですかね。やっぱねここって結構溶けつけてると傷がつくポイントなんですけども、まあ傷もかっこいいんですけどね、まあそれが傷つきにくいようなコーティングであればまあ言うことないですよね。はい、トロフィーですね。こちらトロフィーモデルとなっております。いや非常にこう透明感のあるというか、凛とした、なんかすごくいいなと思いましたね。はい、こちらね、スペックとなります。はい、こちらムーブメントキャリバー V192 というムーブメントですね。駆動方式、これソーラーなんですよ。そうなんですよ、だから私ソーラーとか持ってないのでやっぱちょっとこういうの気になるんですよね。でこちら精度が平均月差プラマイ15秒ってことですね。まあ機械式ではありえない、まあスプリングドライブとかだったらあるんですけれども、まあグランドセイコーのね、ただこのソーラーでこのめちゃくちゃ正確な時計っていうのはやっぱちょっと気になりますよね。でここはね前もねいじったんですけども、駆動期間フル充電約6ヶ月駆動ってこれすごいですよね。まあ機械式目線で見てますけども、やっぱ6ヶ月駆動とか月差プラマイ15秒ってもう驚異的な数字じゃないかなと思っちゃいますね。でこの機能の中でちょっと気になったのがあるんですけれども、これですね、充電量表示機能でございます。これちょっと私ね全然初め何なのか分かんなかったんですけれども、はい、この一番下のクロノグラフのこのメーターのところにこのフルとエンプティーって多分ここの話ですよね。多分ここでこの今ソーラー充電がどのぐらいあるかっていうのが分かるんだろうと思います。実物を持ってないので分かりません、すいません。ちょっと誰か教えてくださいね。多分そういう風になるんでしょうね。でそういうパワーリザーブインジケーターみたいなのもついてるってことですよね。いやいやいや、これはねもう機能的にはもうめちゃくちゃ高いですよ。はい、防水については10気圧防水ですね。耐磁性もあり、重さ 161g、その他特徴、裏蓋にリミテッドエディション、裏蓋シリアルナンバー入り、スクリューバック、滝メーター付き、スクリュー裏蓋。滝メーター皆さん使い方わかりますかね。はい、知らない方のためにね、滝メーター講座ちょっとやりたいんですけれども、はい、このようなねもう伝統的なクロノグラフとかこのストップウォッチ機能がついている時計のこの滝メーターの使い方なんですけれども、はい、車で爆速で走ってるとするじゃないですか。ビューンと走っています。まあ、こういうのレーシングウォッチの機能ですからね。車で爆速で走ってるとするじゃないですか。で、スタートピコンと押すんですよ。したらこのストップウォッチ機能が開始されて、チチ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 チと動き出します。チチチチチというふうに動きまして、1キロ時点で、ね、1000メートル走った時点で、ピチッとこれを押します。そしたら見てください。周りに500、400、300、250と。いうふうに出ていますが、これが時速何キロね、1キロ時点の時速250キロ、時速200キロとかね、はい、でここまで来ると時速60キロっていうのが分かるという超便利機能なんでございます。これ皆さんね、若者今思ったこと分かりますけど、ただねいいやん、素晴らしいでしょ、これがロマンなんですよ。はい、ということでね、その滝メーターがついてるということで素晴らしいです。はい、ケースバンドにつきましてはステンレス素材ですね。厚さ 13.3mm、 ちょっと厚さはあるかな、まあ私の高級グランドセイコー白樺よりちょっと厚いですけど、まあこんなクロノグラフ積んでますから、まあそれはね、こんぐらいの厚さでもいいんじゃないかなと思います。でこれ結構やっぱね全体的に見て小ぶり感はありますよね。横 39mm 系ですね。やっぱりね前触った時はちょっとこの小ぶり感があって非常に使いやすいねサイズ感だというふうに思いました。素材はね、カーブサファイア、内面無反射コーティングですね。ルミブライトありということで、まあ光りますねこれね、いいですよね。中コマワンプッシュ三つ折れ方式、はい、その他このようになっております。スペックも最高、かっこいい、めちゃくちゃいいと思います。
はい、そのような感じでね、紹介してきましたけども、まあ、こちら非常にね本当人気出そうですよね。多分すぐはお店並ばないのかな。でも並んでもすぐ消えるような気がします、この最近の腕時計人気の中で。まあ、本当ね、買いたい方はこれ予約購入というのもありますので、ぜひ予約してみたらどうなのかなというふうに思います。いやーね、これめちゃめちゃかっこいいですよね。やっぱその前の白文字盤からちょっと注目してて、結構ずっと気になってるモデルなんですけどね。本当ね、結構若者とかちょっと時計に興味ある人、まあ、最近興味が湧き出した人でも、まあ、ここから時計の素晴らしさって全然入れるぐらいの超高クオリティ時計だと思いますので、このデザインも含めね、めちゃくちゃいいと思います。ぜひこれちょっと気になる方はお早めにチェックしてみてはどうでしょうか。ちょっとね、もし買われた方、お写真送ってください。私ちょっと田舎ですぐ見れないんでね。インスタグラムまだ全然やっぱ映像とかは上がってきておりませんでした。残念ですね。はい、今後ね、これがどんどん上がってきて、まあリアル映像が出てくると思うんですけれども、まあこう仕上げとかね、バンドの仕上げとかケースの仕上げとか、まあその辺もね、見ていきたいなと思いますので、もしよければ皆さんコメントとか写真、インスタ DM 等待っております。はい、限定なのでお早めによろしくお願いします。はい、そんな感じです。以上です。ムケムケ OK だだ。はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません、ちょっとね、今日画角